ルです。今日もボールペンを使って絵を描いていきたいと思います。ボールペンは無印の 0.38mm のペンです。今回はドリンクのイラストを描いていきたいと思います。ドリンクといってもいろいろあるので、ちょっと今回は私の思いつく限りをいろいろ描いてみたいと思います。なんか手帳とかにも使えるので、ちょっとしたイラストとかメモとかのイラストにぜひ活用してください。早速もう描き始めていて、今2つ目で、1つ目がホットコーヒーで、今完了したのがフラペチーノを描きました。で、続いてはグラスに入っているオレンジジュースを今描いています。続いては紅茶を描いていきます。紅茶は下の受け皿と、あとお砂糖、角砂糖を描いて、よりティー感を出しています。続いてはみんな大好きタピオカです。下の黒いのを丸っと描いて、で、上のプスって刺すのを刺せば、それっぽくタピオカが入っているように見えます。で、続いてはよくパックに入っているような牛乳カフェオレを描いてみました。はい。で、続いてがクリームソーダですね。クリームソーダのクリームはもう気持ちいっぱいモリモリと描いていけば、すごい美味しそうに見えると思います。そして続いてが南国のトロピカルジュースです。ハイビスカスを描いて、で、その縁の方に果物を刺して、あとはおしゃれに傘とストローを刺せば、あっという間にトロピカルジュースになります。続いてはこれもあれですね、テイクアウトで持って帰るコーヒーカップを描いてみました。最近テイクアウトが増えたので、私もこういうのをよく飲みます。で、続いてが私の大好きなビールです。ビアーです。ビールは泡をもりもりと描くのがコツです。で、続いては夏にお世話になるアクエリアスです。アクエリアスは下の丸っこいのが特徴ですね。で、続いてがおしゃれなカクテルです。カクテルはそばにちょっとおつまみというか、そのナッツとそのドライフルーツを描くとよりおしゃれさが増すと思います。で、続いてはポップコーンと一緒に飲みたい飲み物です。はい。中身はね、ちょっと見えないやつですね、よくある。で、続いてがそばの、そば持ち手の方に紙のが入っているホットカップです。で、続いてがラテですね。ラテは上のチョコレートがかかってるタイプのを今回描いてみました。そして最後にみんなの大好きスターバックスのフラペチーノを描いてみました。スタバのフラペチーノは上のそのもりもりとしたクリームに太いストロー、そして後で描くんですけど、ちょっとチップがいろいろ上にかかってるとスタバっぽく見えます。今回は無印のマーカーを使って色を塗っていきたいと思います。まずは紫色です。クリームやティーカップの中に入っているティーや、あとはそのストローとか、あとはラベルとか傘とか、そういうバランスとかを見ながら色をつけていきます。続いてはピンクの無印のマーカーを使って色をつけていきます。先に塗った紫色のバランスを見ながら、ピンクで色を塗ったり、あとは果物とかお花とか、あとはチョコチップとか、そういった細かい部分をピンクの色で色をつけていきます。
本当は2色の予定でしたが、ちょっと物足りなかったので、ダイソーの緑色のマーカーを使って色をつけていきます。マーカーはちょっと平たいので塗りづらいっていうことがあると思うんですけど、その平たい部分の先っちょで先に縁を取って色を塗るとはみ出しくなりにくくなるのでおすすめです。